皆様、新年明けましておめでとうございます。9年中はいろいろとお世話になり、誠にありがとうございます。今年は皆様にとって良い年になりますようお祈り申し上げます。岩木会グループにとって平成29年は人材不足、人員不足と戦い始めた年だと思っております。少ない人材の中で岩木会としてどのような仕事にその能力を集中していくか、それを追求した年だと思っております。具体的にはニコニコデイサービス、一般型のデイサービスとして皆様に愛されてきましたが、それを閉鎖いたしました。一般的な企業で運営できるデイサービスは一般的な企業にお任せをして、私たち医療介護の専門職がすべき仕事へ特化しようと考えたのです。私たちいわき会が目指すべき基本は、医療介護福祉に基づいた在宅医療が主になると思います。もちろん一般的な開業としての役割や、そして私の専門である循環器内科とに対しても今まで通り真剣に取り組んでいくつもりであります。そして人生における対の住処、自宅であったり特別養護老人ホームであったり、それぞれの場所において患者さんやご家族が希望される終末期を叶えさせてあげる、そして満足死という最後を迎えてあげれるように、私たちは常に努力をしたいと思っております。岩木会は非常勤を含め5人の医師が現在医療に従事しております。この5人の医師がお互いに協力しながら24時間体制で在宅医療をさらに今後発展させていきたいと願っております。山内クリニックが開業して25年、いわゆる四半世紀が過ぎました。ここまで来ることができましたのは、たくさんの方々にご協力をしていただいて助けていただいたからだと心から感謝しております。本当にありがとうございました。昨年の1年は岩木会の基本方針をもう一度追求する年になったと思っております。これから世界へと高齢化社会が広がっていくと思われます。それに対して私たちは自分たちの力でいろんな実践をして今後に備えていきたいと思っております。5年後、10年後、さらに深刻になる人材不足、そして人口減少、温暖化による気候の変動、地域の環境の悪化というものにつながっていくと思います。それをどうすれば乗り越えることができるか、それは今少しずつ広がりつつある地域包括ケアシステムに答えがあるのではないかと私は考えております。地域包括ケアシステムとは、隣近所の住民がお互いに助け合って地域の中で生きていくことが基本だと思っております。それは決してプロだけがやる仕事ではありません。プロはプロとしての役割を果たし、そして地域の住民の方々にその情報を届ける、その情報をもとに地域の住民の方々がお互いに共助互助をしていくということが地域包括ケアシステムの基本だと考えております。私たちプロはそういった中で連携をし、どんな形でも地域の住民の方々にを支えていくという気持ちを持たなくてはいかないと思っています。そしてこれからの地域包括ケアシステムには、高齢者介護保険だけではなく、障害者障害児も含めて地域丸ごと共生社会へとつながっていくと思われます。それを実現していくために、私たちは地域の方々へどんどん入り込んで一緒になって
地域を盛り上げていかなくちゃいけないと考えています。これからも私たちプロと地域の住民の方々が協力し合い、力を出し合って頑張っていきたいと思います。私たちプロとしましては、最後に力を出し尽くして倒れるまで頑張るつもりではありますが、その前に地域の住民の方々が私たちを助けていただければありがたいと思います。一緒に協力していわきをいい町にしていこう、夢を叶えたいなと思っています。これからもよろしくお願いいたします。